はい、ワンバンコ YTK です。本日はね、なんだっけ、名前ちょっと忘れでした。なんとかかんとかサイクリングロード、神戸のね、北川なのかな、西のちょっと北かに、サイクリングロードね、なんとかかんとか、なんやだっけな、神戸山田自転車道やったかな確か。ちょっとね、下にテロップ入れときますけども、現在そちらの方に向かっております。で、最終目的地はまた別ではあるんですけども、どうも数日前に、リニューアルオープンリニューアルオープンいうかな、まあ、舗装をし直したということでね、その阪神淡路大震災後、管理がどうもできてなくて、ホッチッチ状態だったらしくて、僕も過去に1回だけ行ったことあるんですけど、そんなね悪いイメージなかったんですけども、まあリニューアルして、この間、市がやってる壮行会なんかね、先週ぐらいなんかな、あったらしいです。で、今回ねちょっと、最終目的地とは別に、そこを通っていこうかなと思ってる次第です。で、一応今日もね12時ぐらいにちょっとね、パイセンから電話が、呼び出しの電話がかかってくるんで、ちょっとガクブルしながらそれを受け取らなきゃいけないんですけども、今がね11時半、あと30分かな。それまでには今言うてたなんちゃらかんちゃらサイクリングロードの入り口には、余裕で到着できるかな。そこでねちょっとパイセンの電話を待ってから、お話ししてからね、ちょっとサイクリングロードの方を走ろうかなと思ってます。意外と早く着きました。ちょっと休憩してね、パイセンの電話を待とうかなと思います。もしもし。こんにちは。はい、YTKです。お世話になっております。あ、ちょっと待ってくださいね。はい。こんばんは。結構長時間ここにもう10時ぐらいからおってなんですよね。長時間おる人がおる言うて通報があって、ね、電話してただけなんですけど。あ、そうなんですか。あ、大丈夫。全然大丈夫、大丈夫。全然すみません。ただね、はい、まあ、結構このご近所の方が結構見かけてて、はい、長いこと通るんですけど別に何も困ってはないんでそこに自転車あって自転車来ただけだ、なかなか普通そんな何時間もいてないじゃないですか。まあこんな暗がりのとこやから、うん、でちょっと黄色からいたんよ、この人。あ、そうそう、馬見てたんや。そう馬見ながら電話してただけなんで特に何も、はい、スマホ見ながら了解、まあ、ちょっとだけ 2,3 確認させてもらってね、はいはい、もう何もなかったらもう僕ら引き上げるし、はいはい、ちょっと遅いんで、ちょっと待ってください。特に悪さしようとかそんな全然ない。ほんまに電話してただけなんで。ただ通報もただ座っているだけって、うん、それやったらいいですけどそれしか入ってない。すみません、ね、すごいいいバイク持ってるね、はい、あれ日本日大だけです。え、日本日大そんなに貴重な、めちゃ貴重ですよあれ。あ、これウェブカメラ。あ、最近、そうなんか投稿したりして、あ、ですね、 YouTube で投稿したり。 YouTube で出てきます。あ、以上出てきます。YTK で、YTK、僕下の名前豊かなんで、はい、その豊かの YTK、 豊かの YTK ロード、だから映像があったから違うって。なるほどなるほど。すみません。すみません。じゃあもう引き上げます。あ、いえいえ、僕も移動します。こ
ごめんなさい。いやほんまこんなな長いこと電話する思わなかった。込み入った電話やった。そうなんですよ。そうなんですよ。